にちは、カエチです。こんにちは、アイサです。今日は彼氏との LINE を見せてもらいまーす。第2弾第2弾ですよね。すごい好評だったので、第2弾したいと思いまーす。じゃあ2人は彼氏と付き合って何ヶ月？1年4ヶ月。1年3ヶ月です。高校の時のさ、1年超えってマジで貴重じゃない？はい、じゃあアイサのラブラブ。ラブラブラインはこれでーす。これは、アイサがご飯を食べてる時に、ヤマトが何食べてるのってラインしてきて、昆布そうめんと唐揚げが意味わかんない食ったら、なんか可愛い、大好き、早く会いたい、牛したいっていう意味のわからないライン。理解できないでしょ。まあなんか好きって言ったらこれが出てきたから、スクショしました。スカンクもさ、アイさんの好きなジブリをさ、わざわざさ、買ってるっていうのが愛おしくない？うわー、お揃い、お揃い。前もお揃いしたい。スタンプよ。アイちゃんは？じゃあ、これでーす。でーん。誕生日の時。あ、でも、どっちが？海外。あん。多分電話してて、先に寝ちゃって、LINE で、17歳誕生日おめでとう、付き合って2回目の誕生日だねみたいな口お手紙みたいなのを送られてきたってお話です。おー、え、いいね。しかも起きてからもう一回お誕生日おめでとうって。そう。かわいい。いい彼氏。アイサの2個目の LINE は、これもなんか好きって調べた時に出てきた。で、いきなり大好き、アイサってきてて、バイってアイサが返してて、アイサはってきたから、アイサもだよ、みたいな。じゃあ、言ったら冷たい。アイサも大好きって言って、大好き。かわいい、お風呂入るね、ヤマ。はい。かわいい。漫画の世界線みたいな。メンヘラ、メンヘラ、メンヘラ発動中の、メンヘラ発動中の須藤くんでした。ヤマトの方から結構デレデレなんだね。そんなことないよ。結構ガチで涙出そう。カエちゃんの2枚目はこれでーす。カエがお休み大好きって言って、結婚しようねって来たらって言ったんですよ。そしたらお休み大好きって来て、カエがゆっくり休んでねって言ったら、みーたんができたらね、爆笑って言って、キュッみたいなスタンプを送って、って話。困るよねー。困るよねー。でも、お休み大好きっていうこの平和な感じがいいと思う。いるのが当たり前じゃないしね。そうなんですよ。いや、そう。これアイサがこの日撮影でお仕事の日だったんですけど、今日何時終わりなんって思うから来てて、5時に終わるから5時迎え誰かに頼んでるのって聞かれて、なんか頼んでないって言ったら、アイサに会いたいメールって来て、なんでって言ったら、迎え行こうかなって言ったら、なんかスタンプを送ったら、好き嫌いみたいな、こう花をこう散らしてるスタンプを送ったら、どっちだったって来たから、微妙っていうスタンプを送ったら、来てほしい、わらわら来てほしいみたいな感じで、言わないみたいなスタンプを送って、どっちだって来て、チャンスっていうスタンプを送ったら、来てってことやなって来たから、ケツ振ってるスタンプを送って、ニコちゃんマークが来て、迎えに来てくれたって話です。すごい。スタンプで会話するんだね。一方的に伝わってるから、結果どうだいかなみたいな。じゃあ、次、喧嘩の LINE 見せてください。私さ、LINE で喧嘩しなくて、会ってる時もする？いや、しない。なんで？揉め事が起きる前にちゃんと聞くから大丈夫。じゃあ不満とか言っても喧嘩にならない？それはさ、一緒にいたら出てくるけど、なんか溜め込まないですぐ行ったりとかだから、超大喧嘩とかにはならない。でもさ、旦那さんたち仲いいじゃん。まあ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 、これ今日です。今日一見彼が切れてるかのように見えるんですけど、これただ6時半に起こしてって言われて電話してるだけです。優しいんだ。みーたんって目覚ましでも起きないんですよ。そのくせアラーム音がミサイルみたいな、トゥートゥートゥー。わー、わかるわかる。超腹立つの。でも最後ちゃんと起きてる？ちゃんと起きた。いやー、2人にラブラブラインと喧嘩ラインどっちを見せてもらったけど、どうでした？お互いの見て。でもなんか仲良さそうでよかったね。精神的に最近来てて、なんか、なんで結構食らいました。あ、そう、ラブラブ
いにね。本来あるべき姿は、これから頑張ろうっていう気持ちで頑張ります。来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はーい、間違った。こんにちは、いちょみです。送迎がかかってた。違う違う。じゃあ今日の企画は彼氏との LINE チェック。結構長いよね。どのくらい？私2年7ヶ月。1年半とかです。想像以上に長くびっくりした。本当に、はい、我々結構びっくりしてる。こんな続くことないから。こんなに長くさ付き合ってると LINE でイチャイチャとかしなくない？する？え、もう最近はしないですよね。しない。もうここは1年目だった。頻度もめっちゃ減った。干渉しなくなった。ね、リアルリアルリアル現実。はい、じゃあ私からラブラブな内容をちょっと見せていきたいと思います。嫌じゃないこれ。見せたいみたいな。見せたいみたいになってるじゃん。会いたいみたいな。会いたい系だ。会いたくない。なんか私は違う。かわいい。ゆいは会いたいって言わせたいから会いたくないみたいな感じで。会いたい。めっちゃわかる、めっちゃわかる。ツンデレなんだ。昔？昔？これ結構昔っす。スタンプお揃いじゃない？うん。そうなんですよ。いつもスタンプ一緒に買うっていう。え、そうなんだ。仲良すぎない？2枚目。会いたいで調べた。うん。あ、これはもともとのなんてエアビー借りてた時だったんですけど、うん、3枚目も会いたいで調べた。全部会いたいかも。あ、でもこれはいい。2回ね、塗れば会える。はい、めっちゃいい。いや、ちょっとキモい。いや、でも。いや、でも待って、お昼似てるかも、マジで。送信の仕方超似てる。恥ずかしい。美容対応だね。え、でも分かる。お昼丸単品送る、めっちゃ。そうなんですよ。めっちゃ顔似てないもん、ずっと思ってる。似てる、分かる。めっちゃ顔似てる。めっちゃ似てきたんですよ、最近。今日だよ、みたい。4枚目も会いたい系です。夜は会いたい。今会ってたけど会いたい。え、かわいい。いやーいやー、恥ずかしい。かわいい。あ、そう、で、この背景を私とワンちゃんにしてるのは、うん、喧嘩した時に気持ちを抑えるために。めっちゃ頭いい、超頭いい。これを見て、あ、こんちゃーってなって戻るっていう。え、いいね、今日から実家のエネルギーします。いや、ほんまにこれめっちゃ効きます。これめっちゃ恥ずいな。でも、まひろ別に ほとんど何も送ってないんですよ、この画面。手前でドン。はい。これは、一見なんだこのラインはと思うんですけど、本当に2日前、3日前の話で、江ノ島に彩香さんと飲みに行くってなって、駅に向かってたんですね。で、傘忘れちゃって、はい、駅からちょっと歩いた時には、まだ降ってなかったのに、いきなり大嵐が降ってきて、まひろもうびっしょびしょになっちゃったんですよ。でも超下がっちゃって、もうコンビニも近くにないから、でも傘も買えない、彩香さん待たせてる、雨やばい、服やばいみたいになって、トンネルの下でずっとこうやってもうしょげてたら、彼大阪にいたんですけど、なんか LINE で合宅するからそこの住所送ってっていう。え、ちょっとキュンと、最近の中で一番キュンとしました。え、その何かしてくれようってするのが優しい。え、そうですね。優しい。なんかそのタクシーって案がもうなさすぎて、下がっちゃったから。確かに確かに確かに。はい、次。なんかおひろ結構自意識過剰なんで、超自分の写真、漏れてる写真は常に送るんですよ。わあ。ただなんか俺にしか送れないでみたいな。待って、ちょっと待って、もっと気持ち悪い。恥ずかしい、気持ち悪い。恥ずかしい。え、可愛い。俺にしか送らないでって言われて、ごめん、これストーリー載っけちゃってるって言って、お尻見えてるじゃんみたいな。可愛いなっていう。めちゃめちゃデレデレ。ね、デレデレデレ。私結構そういうとこは可愛いなって思います。素敵。まひろちゃんがこういう話するの意外やろ。え、わかるわ、確かに。そうそうそう、そういう話しやんから。そう、人生って本当にニャンニャンなんです。うわー、最高です。かわいい。はい、3枚目。これもここだけ見たらわかんないんですけど、まひろがこの写真を個人的に送信したんですね。この時もまた自分の写真なんだけど、はい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 、送信したらなんかそれも保存したよっていうのでそれを送ってきて、その下にストーリーもスクショしてあるよみたいな。めっちゃ好きなんだ。わひろはほとんど喋ってないんですけど、マジ喋ってないんですけど、かわいい、そんな感じです。はい、じゃあ私は喧嘩言い合った、言い合いかな、うん、ドーンボーン。なんかで喧嘩して、うん、彼氏の言葉が傷ついた、彼氏の言葉が傷ついたみたいな。だから一つ一つの言葉に責任を持ってみたいな会話の、うん、この前のトークにしよって、でごめんねみたいな。
もうしつこいんです私は。分かる。とにかくやるやろみたいな、もう問い詰めたら分かるんですよ。で、なんか彼氏もなんか控えめな性格やから、うん、これゆいが怒ると思って言わんのかなみたいな、うん、だからそう思ってそうやったからもうずっと聞いちゃうっていう。分かる。よく反省してます。このスタンプもそうです。もうなんか喧嘩した時になんか仲直りスタンプ見つけようみたいな、うんうん、これでも一緒に使ってるっていう。確かにスタンプをするいいね、うん、そうそう、喧嘩した時にこれいいバランス取れたらめっちゃ、うん、そうですよ。浮気とか疑うこともない。うんうん。2個目あとこれ遠距離やった時、まだ私が、うんうん、今結構東京に来てるんですけど、まだ結構行き来してた時、うん、めんどくさ女かもうちこれ。でもこれ結構前、ほんまに付き合いたって何ヶ月とかやったんですよ、うんうん、でちょっと構ってほしくて言ってた時期みたいな、うんうんうん、3ヶ月ぐらいかなこれ多分付き合って、うん、あるある、うん、あるあるです。彼のさ、アフターフォローがさ、返信が素敵、愛ある、優しい、可愛い、そうなんですよ。かけてきてがいい。そうなんですよね。そうなんですよね。優しいですよね。3枚目これも前に喧嘩してて、多分電話かなんかで喧嘩して、うん、もうって言ってごめんなって言って、さっき謝ってって言って、さっき謝ってってさっき謝ってやばい。その気持ちもわかる。そうなんですよ。10で亡くなったんですよ、彼氏が。なんか泊まった、住んでた時に泊まったんですよ、ゼンリーとかが。連絡も一切止まって、うん、あれみたいな。結構夜やったから怪しいなと思って、10で内容分かったけど、あの言い方は普通に言っちゃうとね、普通にうざかったけど、言い方したらマリハラだった。あの喧嘩の時めっちゃ喧嘩やってます、ね、めっちゃ喧嘩やってます。いやでも言われても仕方ないことじゃない、内容は。そうそう、ね、でも結局連絡ついて、で10で亡くなってたっていうオチあって、うん、でそれになんかハルトがそんな読んでよくないみたいな感じで喧嘩なって、うん、で、あの言い方ちゃうくないっていう喧嘩する。告知どうなったの？ハルトが10年間ちゃうくっていう。あすごい、反省が生かされてる。はい、こんな感じです。お給料はちょっと紹介したいところなんですけど、喧嘩は直接派なので、あの、うん、探してもあんまりなかったです。めちゃめちゃ濃いっす。ごめんなさい。ラブラブだけを提供します。じゃあ2人ともお互いの LINE 見てみてどうだった？でも可愛い。意外でした。意外？はい。お昼何も送ってないけど。なんかでも写真とか送ってたから、うん、いや可愛いっすね。そう、マジでやばい、ね、めっちゃ送っちゃう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。